はい、皆さんこんにちは。今日もスモールランドやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回ですね、こちらカレフさんのところですね、近くで拠点も作っていろいろと鉱山とかも行きました。それでですね、いろいろライ麦とか切れるような斧が手に入りましたね。こちらですね。それでいろいろ物資が新しく追加できましたので、今日はいろいろまた作っていきたいと思います。まずこのシードオイルですね。こちらが大量に作れることによって、木材の方が作れるようになっています。それとですね、ワークベンチの方をもっと今後置いていかないといけないんですけど、作ったちょっと建物が小さすぎますので、あとここアリに襲われるんですよね。アリの発生ポイントに作ってしまったので、ちょっとこちらのキノコ寄りですね。ここが少し空いてるので、このキノコの下の袋あたりに新しい居住区を作ろうと思います。まず基礎の方を作っていかないといけないんですけど、どうしようかな。まずは何かける何で作るかが問題なんですけど、ここは作れないと。これもダメなんですよね。結構場所広く使うので、難しいんですが、ちょっと探して作っていきたいと思います。さあ、こちらですね。キノコの木のところですね。通り道に沿うようにちょっと作ってみました。土台の方は浮いてても問題なさそうですので、一つ基準にしたら、そこからですね、組み立てていけてるみたいですね。建物の方も扉ちょっと入れておきましょうか。これだと、こうでいいかな。松明のところ引っかからないぐらいに持っていきましょう。ドアの方も設置しておきましょうか。よいしょ。これを基準にして、どんどんこちら側ですね。あんまり行くとちょっと落ちそうで怖いんですけど、作っていきましょう。適当にまあ、組み立てていけば問題はないと思いますので、とりあえず組み立てていきましょうか。1階部分はできました。そして階段が作れることが分かりましたので、ちょっと2階建てに今回はしていこうかと思います。よいしょ。木の枝がちょっとあるんでね、どこまで伸ばせるか分かりませんが、とりあえず1階部分はこれで完成してますので、あとは2階部分ですね。どうだろう。ここも塞いでも大丈夫そうですね。あとはここにもう一回同じように壁を作っていって屋根を作っていきましょうか。ちょっと、豪華な感じになりましたね。窓もちょっと時々つけていきましょう。よいしょ。さあ、こんな感じで2階建てにして、出来上がったらこちらの方に全部荷物をちょっと持っていきたいと思います。お、木にめり込んでますね。木にめり込んでるけど、まあ問題はないみたいですので、まあこれでいいでしょう。よいしょ。さあ、ファイバーの方足りるかな?さあ、これで OK ですね。あとは屋根の方をつけていけばいいんですが、どうしようかな。今回も平たい感じにしましょうかね。もしくは何か、ちょっと変わった感じにするかだな。ちょっと丸っこい感じにしていこうかな。この感じで行きましょうか。4つ、あ、素材不足になってしまった。ファイバーが足りないのかな?ファイバーが足りませんね。ということで、もう一度ですね、取っていきたいと思います。ここの近くがいいのは、ライ麦畑が結構近くにありましたので、こちらを取っていきたいと思います。ちょっと、バッタさんがね、いるので、夜歩くと攻撃されますが、あとは問題ないと思います。さあ、こちらですね。完成しましたね。2階建ての家が完成しました。シェルターにもなってる感じですね。ということで、まずはこちらにですね、以前使った初期の基地のものを取り壊してですね、こちらに運んでいきたいと思います。まあ、ちょっと木のところにあって、いろいろと便利ですからね。こちらで今後は生活していきましょう。アリさんに襲われることもないので安心ですね。では、まずはこちらです。なんだこれ、ハンマーを装備して、周りの方から壊していきましょうか。それか、どうしようかな。主要なものから壊していって、解体は C ですね。で、材料を集めていきましょう。特にこのストーンカッターは、
王冠の方を使ってるので、これがないと、いろいろと不便ですね。ワークベンチの方も解体して、向こうで作りましょう。ベッドの方も作ると。よし、これで OK ですね。宝箱系ですね。道具箱系は今のところ、スペースあるかな？ちょっといっぱいいっぱいなので、一旦これで行って持ってきましょうか。さあ、ということで、こちらですね。ワークベンチ、そしてストーンカッター、焚き火ですね。設置しました。上の方にはベッドを置いています。あ、ここで、復活できるようにしときましょう。で、ここには一個しょぼいチェスト置いてあるんですが、これいらなくなった装備をちょっと置いてみました。今から素材用の、チェストを作りたいので、少しですね、こちら木材の方を作っていきます。これで、あと何が足りない？あ、これでできますね。ウッドチェストの方が、製材した木材が3つ、ガーリックリーフが1つでできますので、これを置いていきます。これがアイテムをとりあえず、置いて工作用のものを入れていきましょう。どれぐらい入るんだろうな。ああ、結構入りますね。ということで、こちらですね。間違えた。木材とファイバー、そして葉っぱ類とかですね。こちらを全部突っ込んでいきましょう。それと、もう一個、食べ物用の何かを作りたいので、食べ物用の箱も作っていきましょうかね。ちょっとやばいな。先に入れすぎましたが、これと、こちらの方でいいかな。まずは製材していきましょう。3つですね。よし、これで OK。で、もう一個作れますので、これを、どこに作ろうかな。食べ物用の箱にしていきましょう。これで OK。で、こちらの方には全部、食材ですね。アリの頭も、できますし、こちらの卵とかリンパ節とかを突っ込んでいきたいと思います。よし。では、これでちょっとね、古いところから荷物の方を取ってきましょう。ということで、引っ越しが終わりましたね。ちょっとチェストの位置変えました。こちらが基本となる木材とかファイバーで、その他のものを入れることにしました。あ、ちょっとお腹が空いてますので食べていきましょう。で、シードの方がまだありますので、こちらでですね、オイルいっぱい作って、何か新しいのちょっと探しましょうかね。何が作れるかな？ストーンスピアというのが作れますね。これが攻撃とかが1つダメージなんですね。斬撃とは違うので、ソードが8から11に対して、スピアの方は10から14と。いうことですね。あとは、ああ、すごいな。建物に最適なということは、こちら、石造りのものも作れるのかな？ただ、これ、フリントが必要ですので、作れません。ストーンハンマーの方は作れますね。これも打撃武器みたいだな。打撃の方、今まで棍棒だったのが、こちらの、石のハンマーが使えると。ただちょっと作れませんね。フリントハチェットの方も作れますが、こちらフリントが必要と。フリントをまずどこで手に入れるのかがわかりませんね。他は大丈夫かな。あとはフリントがないと、どれもこれも作れない感じですね。ワークベンチの方は、まあこれでいっぱいかな。とりあえず作れそうなものは作りましたね。で、他に作れるのが、まず大釜ですね。こちらの方は製材した木材が7個と、まあ、いっぱいとりあえず必要ということは間違いないです。こちらのアポテカリテーブルの方は、まだ樹皮の方がないから作れないと。なめし工場の工房の方も、フリントがないから作れないということで、まあ、大釜は作れそうですので、ちょっと木材集めて、大釜作りましょうか。現在、木材の方は、あ、火を持ってこないといけないのか。火を持ってきて、製材した木材を作れば作れると。とりあえず10個ぐらい作っときましょうかね。で、オイルの方もちょっと作っておきましょう。種はそんなに使わないよね、きっと。20個フルになりましたね。これで、あとは何が必要なんだ？
あと石か。石の方は現在、あ、ちょうど10個ある。10個あるので、これで大釜が作れますね。これどうだろう？横向きで置けるかな？こちらに装備しておきましょう。さあ、これでブラックベリージャムが作れますよと。他にも毒キノコの煮物とか、クリーチャーに餌を与えることができますと。あと、フェイチャウダー、ガーリックプリンと。ああ、これも穀物の粉があれば作れますね。いちごもない。ブラックベリージャムもブラックベリーがないですね。あ、バッタの餌というのが作れるようになりました。ということで、徐々に作れるようになってきましたね。装備の方が作りたいんですが、まだちょっとやっぱりフリント系がないので、作れませんね。ストーンカッターで作れるものとしては、まあ、こんなところでしょうか。さあ、他はシンプルな包帯から、何か、あ、ヒーリングパッチが作れますよということで、蜂蜜がありますので、まあ、こちらは作っておきましょう。あとはバッタの大釜。これも足をゲットしていますので、作れますが、あ、これ斬撃ダメージなんですね。これも作れるな。一回この釜作ってみましょうか。木材がこちらで OK。で、バッタの足がこれですね。で、あと何が足りないんだ？何が必要だっけ？こちらの方は、釜はどれだ？バッタの大釜。これでファイバーと、あと樹脂があればできますね。樹脂の方とファイバー持っていけば作れますので、ちょっと作ってみましょう。さあ、これがバッタの大釜ということで、新しくちょっと剣と入れ替えてみよう。8番で装備できます。あ、これですね。外出て振ってみましょうか。これが武器みたいですね。ちなみに強攻撃はこんな感じ。あ、ジャンプしてやる。あ、結構かっこいい感じだ。さあ、ということで、いろいろなものができましたが、まだちょっとフリントが足りませんので、次のものを作ることができません。ということで、どうしようかな。次回ですね、ドルスターナの方に行くか、このスカディさん。まあ、近くだからスカディさんの方が楽かな。スカディさんの方にちょっと行きながら、また素材の方を集めてみようと思います。さあ、今日は、建物の方変わりましたし、今まで作れなかったものをいっぱい作りましたので、今後もですね、徐々にですが、新しいものを作っていこうと思います。それでは皆様、ありがとうございました。